2V8 サルーン、デームラー 2V8 サルーンはジャガーが、デームラーを買収し、デームラーブランドで発売した、最初の自動車である、ジャガーマーク2にデームラーのエンジンを搭載していた。後に、マーク2が240、340にモデルチェンジ、されたのに伴い、デームラー V8250 にモデルチェンジされた。マーク2は好評で、 工場拡充の必要性からジャガーは1960年にピースサからデイムラーを買収し、1962年にマーク2と全く同じボディに、デイムラー伝統の2.5リットル V 型8気筒オフ 140HP5800RPM エンジンを搭載し、フルーテッドグリルというデイムラー特有の波打ったグリルを装着し、内装などをより豪華に仕立てたモデルがデイムラーブランド。 で発売された。当初トランスミッションは AT のみが用意され、MT は選べなかったが後にごく少数のみ生産された。外観では先に述べたフルーテッドグリルの他ボンネットのクロームライン、D のボンネットマスコット、ホイールキャップのデザインなどがジャガー版と異なる。百六十七年、ジャガーマーク二のジャガー四十、三百四十へのモデルチェンジに伴い、 デームラーバンも V8250 にモデルチェンジした。変更点はジャガー240、34020ずるがエンジンと使用メカニズムに大きな変更はなかった。また内装は本側がおごられた。ありがとうございます。